今、現人姿で走ってたら、ちょうどこの拠点風化し始めて、タンスの中にアイテムが入ってるというね。おお、セミピ、ジャックハンマー。マジいいんすか？前回に続いて風化拠点が美味しいという。敵が来る前にどっか行きたいね。ワークベンチレベル1取って、うわ、資材も入ってる。何を持っていこうか。とりあえず一旦持って帰りましょう。やばい、体力がないから、一人見つかったら終わる。無事帰宅。前回に引き続きだいぶついてますね。布がうめえな。まあ、先ほどログインしてちょろっと走り回ってて風化拠点見つけたんですけど、自動販売機拠点また板金の両開き壊されてました。とりあえず拠点からね、両開き持ってきたので、これつけて修復したいと思います。あ、で、その前に売り上げなんですけど、スクラップ560売れてました。ガレージドア2枚と、リボルバー2丁、注射器2本、そしてワークベンチレベル1、2つ売れてましたね。で、合計スクラップ560。まあ、前回の売り上げと合わせると、まあ、スクラップもすでに1000超えてます。そして、サプライシグナルなんですけど、なかなかね、MP5 と交換されないですね。馬乗ってる誰か。とりあえず、板金の両開きをつけましょう。よし。さっきの馬乗ってるやつはセーフゾーンに入ってたかな？あ、セーフゾーンで馬乗ってるわ。そして、まあ先ほど、まあこの辺走り回ってた時に思ったんですけど、だいぶ拠点抜きが起きてますね。あそことかもタンス剥き出したな。これタンス壊したらなんか入ってんじゃねえか。まあ先ほどアイテム漁ったこの拠点は多分普通に風化なんだけど、うわ、崩れた。余り物回収しよう。洞窟行ってたっぽいな。やば。見て。なんか人突っ立ってるなと思ったら、セミライだった。奥に原人走ってるし、結構人いるな。まあ、ちょっと部品系等あるんで、セーフゾーンに持っていこうかな。そう、で、まあいろんな拠点がね、壁抜きとか、まあ、扉抜きとかされてましたね。まあ、まだ自分の拠点は大丈夫だとは思うんだけど、てか今、このセミライをかいくぐらないといけない。まあ、今自分の拠点平屋なんですけど、そろそろ2階部3階部も作っていった方がいいかもしれないですね。ドラム缶割ってる。弓とかもいらないんで、この辺も分解していきましょうか。拠点戻ったら日が落ちる前に、ちょっとだけ、拠点増築しようかなと思います。よいしょ。これ銃眼横より縦の方がいいかな。横じゃ見づらそうなんで、縦の銃眼をつけたいと思います。そして暗いんですけど、ガレージドアもつけていく。今気づいたけど、エアドロ近すぎないか。
さすがに取られるか。人いるな。二人組か。もう一人いる。原人。暗すぎて何も見えねえ。フラッシュライト焚いてんな。しかもあの拠点って結構近いね。こいつか。こいつって前回球体で妹てたやつじゃん。どこが入り口の扉かわかんないけど手待ちできそう。出てきそう。その食べた体力なしにしてやる。出てくる。全然出てこない。出てくると見せかけて扉を開けてるんだけどな。二人組で一人しか足音しないんで一人外出してる可能性ありますね。ここまで待ったら俺引きたくねえな。言うて3分ぐらい待ってんぞ。しかも白石も4000ほど持ってましたね。無事帰宅。わ、捨てたやつ消えてる。さっきのセミライのやつ怒ってんな。ん？戦ってるぞ。拠点の窓枠から見る感じ、さっきドアキャンプした拠点結構出入り激しいっすね。その近辺銃声してるし、自分もされてる可能性あるからな。出るときは扉から出るんじゃなくて上から出たいっすね。拠点から撃ってる感じなのかな。あ、ショートする。原人か。あ、あの拠点から撃ってるのか。強化版窓格子いいなこれ。原人はいたけど武装してる人の姿は見えなかったですね。前回登れなかった球体行こうと思うんですけど、こんだけ人多いとさすがに湧いてねえかな。手前のわら箱開いてるんだが。ミキシングテーブル。ハイド注意したいっすね。今回はいなかった。まだ湧いてるって言っても、3箱しかまだ湧いてないか。もしかしたら武器ボックスも湧いてないかもしれないですね、これ。湧いてない。マジか。わら箱3箱のために来た。球体からウォータープラントやってきました。倉庫の中はね、箱は湧いてなかった。このわら箱開けて、ここのわら箱も開けて、あとはアスレチックかな。武器ボックスはないっすね。中に湧いてた。風化拠点漁り始めてから箱運がなくなりましたね。現物が出ないんだよな。分解していきましょうか。無事帰宅。
ということで、今ですね、拠点の方にいるんですけども、スクラップが1572あります。ワークベンチレベル2剥き出しの風化拠点は結構あるんですけど、まあ、レベル3ベンチ剥き出しの拠点ってほとんどなくてですね、まあ、多分今後も、まあ、見つけれそうもないんで、まあ、今スクラップが結構溜まってる段階なので、もうこの間に作っちゃおうかなと思います。まあ、自動販売拠点のね、売り上げがいいっていうのもあるんで、まあ、だいぶそれが響いてますね。ではワークベンチレベル3をクラフト。3ベンチ設置しちゃいましょう。オッケー。で、ワークベンチがひっくり返すことができなくなったんで、3ベンチ小さな木箱1つしか置けなくなったんですよね。小さな木箱置いて。まあ、今回ね、急に敵が現れなくなって派手なシーンはそんななかったんですけども、まあ、着実に、成長していってますね。